なんとなく集まって勝手な話ステーション、イエーイ。なんだかスローペースですでもいいと思います。たまにこういうね、今日はじゃあ癒し系な感じで始めましょうか。はい、ではまず自己紹介を。はい、くらあゆみです、イエーイ。今日も元気な道下沙織です、イエーイ。今日も頑張ってます何とあごにです何を頑張ってんだか、イエーイ。今日はですね、あ、喋ってしまった、なんで喋ってちょうだいよ、うん、やっぱり黙ってられへんから喋ります。今日はなんとですね、くらちゃんが美味しいシュークリームを作ってきてくれました、イエーイ。いや、くらちゃん実はパティシエの資格を持ってるんだよね。そう、あ、資格は持ってないんです。資格とかないの？ごめん、勝手に言っちゃったパティシエをやってた。資格じゃないの、パティシエって。パティシエ資格、あ、資格も別にあるんです。お菓子のなんかあるんですけど、私はそれを持ってないんで、資格は勤めてたことが、すごいよね。なんかほら、この間いつだっけ、なんかケーキ作ってきてくれたりとか。そうそうそう、ね、クラちゃんイコールね、ケーキとそう、なんかスイーツがモテるよ ね。こういうの作れたら ね。こういう皮はどうやって作るのかしら。シュークリームの皮はね、実は作れるんだ。すごい簡単なのかわかんないんです。いただきます。はい、いただきます。いただきます。なんだろう、小麦粉とバターとお水、うん、おいしい、お塩で、うん、ちゃんと味ちゃんとしてます。おいしい、甘くて、シューの皮もすごい、いいな。試食中です。いいな、おいしい、おいしいです。味見してないんですよ実は。いや、でも全然、うん、家に美味しい、うん、ね、だってよかった、ね、いいな、おかしい。昨日てかね、夜徹夜で作りました。本当に偉いわ。意外とこう膨らまない時もあって、同じ生地でも1回目のオーブンじゃ膨らまないのに2回目だとぷくって膨らんだりとか、すごい、そこは難しいかもしれないですね。私も1回だけなんかみんなで集まって作ったことがあるけど、こう綺麗にはならないとか、そのなんていうの、そのなんかね、うんうんうん、こう形がそう、こんな綺麗にはシュークリームは、うん、美味しい、作れないよね、作ったことない。よかった、持ってきて。そう、あと何、ケーキとか、いろんなの作れる、ね、あとどんなのが。ケーキとかお料理もしますね。あのイタリア料理とか和食とかは結構、和食かな、やっぱり。いつでも嫁に行けるやんね。どうしよう、いや、私の嫁に来てみたいな感じだもんね。イタリアンとかあれなの、誰かに教えてもらったかって、自分でイタリア料理に勤めていた時に、あ、私はコックさんではなかったんですけど、接客しながら結構コックさんの人といろいろ話して、こういう時はどうしたらいいんですかねとかって言いながら、作ってるのをジロジロ見ながらうん、それでなんか学んで作ってる感じかな。やっぱり本当に料理さ、うまい人って見てるだけで覚えちゃうっていうか、あいつほら、その例えば調味料とかも自分の感覚でこうなんじゃないかとか、ね、そうそうそう、なんか一回味を味見して、これ何が入ってるって言われたら、あ、こう分量とか聞かないでも、その一回の味見の味に近づけさせようとしながら料理するかもしれない。すごいね。なので、はでも大雑把ですよ。結構塩バッて入れたりとか、適当に野菜切ったりとかね。美味しかった。ありがとう。ね、どういたしまして。美味しかったです。アイスクリームとか作ったりするの？アイスクリームも、うん、アイスクリームなんて作れるんだ。アイスクリームなん、すごい簡単ですよ、アイスクリームは。アイスクリームなんか変やったね、今アイスクリームなんかの歌みたいになってたよ。アイスクリームアイスクリームすっごい簡単、誰でも作れる。
下さん作れます作れます本当、うん、でもほらなんか、沙織のこと道下さんっていうのもなんかちょっと歯がゆいけどあ、後輩だもんね。そう、私後輩。でもみんな沙織さんって言うからそっか、新鮮でいいんじゃない。道下さんとか言う人多分誰もいなかったかもそっか、じゃあ沙織さんの方がいいのかな。なんか誰やろうみたいな確かに道下ですけどみたいなそうだね、いないね、多分自分で沙織って言ってるからかな。クラちゃんクラちゃんだもんね。そう、ずっとクラちゃんですね。結構なんか二文字の名前ってさ言いやすいよね。クラ、クラだったらクラちゃんとか、サンで呼ぶ人がやっぱ少ないんですよね。みんなちゃんって言いますね、初対面の人も。なんかクラってはちゃんだもんね。なんかそんな、なんかわかんないんですけど。なんかそういう雰囲気も持ってるっていうかなんか。かな、ね、うん。ね。そうだそうだ。うん。ごめんね、まだ食べてて、ね。なんかちょっと大丈夫かな。みんな私たちばっかりいい思いしてすいません。でもクラちゃんお店とか出したらいいのにね。うん、いやーお店はまた大変ですわ。大変ですわって急に関西人だったよ。うん、でもいつかなんか老後とかに趣味とかでやってみたいと思います。なんかすっごい小さいお店で、うん、だから常連さんとかが来るようなそうそうそう、なんかそういうのがいいかもしれない、ね。でも私ちっちゃい子、ちっちゃい頃というか雑貨屋さんとそういうなんかあのなんか飲食の一緒になってるようなカフェって、うん、おしゃれなカフェみたいな、うんうん、すごい夢で、じゃあ私雑貨やるからクラちゃんになんか作ってもらってとか、うん、なんか今沙織はどこに登場するん。えウェイトレス、接客、トークで ね、そう盛り上げてもらってなんか接客か、そう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 、なんかな、なんかやりたかったな。の何しよう。えじゃあステージで歌うわ。そんなのあるの？雑貨屋とカフェで、うん、その間にねステージ作って歌うわ。どうこれ？すごいね。まあ新しいっちゃ新しいよね。そうね。いろんな要素詰めましたみたいな。でもちょっと秋葉原的な要素詰めの。それさ結構うちら老後の話してる。老後の話、老後とかね、老後の話。ごめんちょっとそこ欠落。あ、なんて言ったっけ、聞こえてなかった。あ、そうか、なんかそういうちょっとこう将来的な夢。あ、そっか、じゃあちょっとおとなしくなってるかも。です、今秋葉系とか、うんうん、どうしたかすごいことになってるなと今あるの、そういうなんかなんかあんまり聞いてないみたいな聞いてるんやけど一部分が聞いてないみたいなんで、よく友達に注意される。あ、本当、違うからとか普通に普通に突っ込まれる。でそれさっきも言ったよとかえみたいなそうすみませぬ。そう、なんかね落ち着いたらそういうのとかも、老後の話ね、まあ、老後っていうかまあねちょっと落ち着いたら、うん、なんかいろんな趣味持ちたいですよね。ね、いいよね、うん、生きがいを重たいですか。そう、生きがいでも、でもなんか分かる分かる、うん、いや、なんていうのかな、好きなことしてる人はずっと若いから、うん、それ大事やと思う。なんかね、うん、家でずっといてたらやっぱり ね、まあ、ね、若くてもね、そうそうちょっと、うん、体力も衰えるし、やっぱ ね、人と話すのがやっぱ大事、人と関わりを持つこと、うん、なかなかね家だけの空間しかいないとなかなかこうね、こもりがちになっちゃうから、まあね、そう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 。全然話変わるんですけど、どうぞどうぞどうぞ。道下さん、沙織さん何時計右側につけるんですね。本当だ、そう、なんか変って言われるねんけど、右なの。使いにくくない？利き腕では、うん、右、だから鉛筆で書くときちょっと確かにカチカチ当たるけど で、うん、でもなんかいつの間にか右につけてて、なんかね左につけたら気持ち悪いの。ああ、まあ確かに今もしちょっと右にやってって言われたら多分、うん、なんか多分慣れちゃったのかな、多分分からへんけど、昔左利きに憧れて、あ、なんか
ずっと左で鉛筆持って左手でご飯食べたりとかしてた時期があったの。すごい。今もそれ続行できます？左手でご飯は食べれる。すごい、ね、鉛筆はさすがにちょっと無理があった。ああ、うん、これでもけどお箸は使える。今でも特技に書いてるよ。特技に、あ、本当？消したかな。なんか私の特技ろくなのなくって消されたかも。本当、うん、いやでもね、左でやる。そう、左だから左利きの役とかできるよ。え、意味わからん。両利きの人って羨ましい、ね、なんかこっちに人が詰まってる時左手でターびよとかなんかあるやん、こっち側が狭いとか、そういう時は変えたりする。すごいね。なかなか。でもほら脳の方も活発になるって言わない？左手で、うんうん、ひらめきとか生まれるかも。今まで生まれてきたことは、え、何が？え、いやいや、え、ひらめき、ひらめき、なんかピーンって。そうそう、今までもほら左手でやってきたわけだから、うん、いろんなひらめきが来たんじゃないかって。あー大してなかったかもね。おかしいな。これからの話？これからの話なの、ひらめきは。分かれん。もうなんか結構口にすぐ出ちゃうから、うんうん、ちょっとあかんか、収める人おらん今日。まあ置いとこか。びっくりした。そっかそっか、ね、くらちゃんと同い年なんやんね。そうですよ、実はそうなんですよ。あー、まあね、そっか。またね、わけわからん方向に進んじゃった。置いといて戻ってきて。あれ、むせている。ごめんなさい、ちょっとむせてる。むせてる。唐辛子が登ってきました。唐辛子が、そうそうそう。今日ちょっとね、実はランチをしてきまして、唐辛子を食べたんですか？カプサイシンを大量に取ってきたんですよね。そうそうそう、それがちょっとこう今登ってきちゃったかもしれない。登りたかったんじゃない、ね、そう、今ひらめいちゃった。登らしといたって。ありがとう。何このまとまりのない感じ。どうしよう、多分誰も聞いた人みんながチャンネル変えちゃう。あ、やばい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 、大変大変。うん、来週はもっと面白い話する。で、私ずっと言い続けてるけど。なんか言い続けてるね。なんかテンション上げていこうとか。言い続けてる。そう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 。言い続けてるけど大して。多分話がどんどんずれていくんだと思う。なんか。そう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 。だからやっぱり喋らんかったらいいんやね。いやいや、そっちが。いやいや。一番最初に喋っちゃったしね。そうそうそう。黙ってられへん。いや、それでいいんじゃん、いいよね。ね。うん、それが良さですもんね。元気が一番。そう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 、ね、なんかいろんな人がいろんなところで頑張ってるから私たちも頑張ります。はいはい、よくわかんない。いやいや、全然大丈夫ですよ。大丈夫です。なんかね、はい、大変な人もいっぱいいると思うんですけど、そうですね、ちょっとずつ前に進んでいきましょう。はい、そうしましょう。はい、ということでいい感じにまとまりましたので。そうですね。ここら辺で終了したいと思います。はい。ということで本日は道下沙織と成田和子と倉由美でした。じゃあまた来週。バイバイ。バイバ